ことで完全に腕をやってるドラマーを拾ってじゃあの柏にあれ一日の使用制限があるんだっけ使用制限があるそうそうあの動かないようにしとけばあの一定時間使えるようになる、ね、じゃあもうそのそうそうそうライブ本番に向けてねそういうことするから今貯蓄中貯蓄中ためを作ってそういうこと、まあ、今日でもあの一旦右腕はもう使えなくなっても大丈夫なんでマジかよ、はい、今日でも捨てドームに捨てて帰るぐらいの気持ちで切って落としてやってもらえれば大丈夫ですで9月からまた新しいグッズ作ってあそうですね次のライブまでにレコーディングまでに次のレコーディングまでに新しい右手を確保してもらえれば大丈夫ですそうだねどうすかどうすかライブいつぶりっすか20年3月でも一緒かなそうそう一緒なのかなあの多分20年2月のライブさ俺別の番組で出てるじゃん同じイベントのそう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 あれだよねそんな空いたのすげえ初めてっすわそうだねライブ活動始めてなんだろう完全にバンドやってなかった時期とかは1年間ぐらい空いてた時とかあったけど4年近く4年弱そうだね完全に何もしてねえってむしろドラムを1年半ぐらい触んないっていうのが、まあ、確かにねベースギターとはまたちょっと違いますねそういやーどうなるかなねえなんか未知数だよねマジで感覚が完全に吹き飛んでるからどんなんだったっけみたいな昨日夜とかめっちゃ緊張したもん緊張しちゃってるじゃないですか緊張してめちゃめちゃ緊張してるじゃないですかそうあ明日ライブかそのあの機材をさ昨日そのスタジオ行ってあのヘッドとかさ変えたりとかしてて、うん、でセッティングしたやつがあったからそれをさリュックに詰めて着替えとかもリュック詰めてで GoPro のさデータとかもさ一回全部フォーマットしてで Mac で読み取れること確認してでやったんだけどいやーなんかそれやってたらさあライブなんだって思ってきちゃってめっちゃ緊張してるそうそうだから童貞になった気分めちゃめちゃ童貞の気分だっためっちゃ緊張してるなそれはあライブなんだそうライブなんだそうだって思って今日俺卒業するんだそうちょっと帰りどうしよう体ちょっと多めに洗っといてやめてよいやあでも楽しみも大きいな半々ぐらいだなどうだったっけと楽しみといやでもなんだかんだやっぱ楽しいっすよねそうそうそうなんか やっぱ今までこう何回か活動止まってから、うん、そのまたライブ久々にやるまあ俺らで言ったらその本当に一番最初高校の時にスプリングフィールド一回アビューマアメリカ行くっつってやめて、うん、ハウィーでめっちゃ久しぶりにライブやった時とかそう、まあ、ハウィー一回止まってスプリングでまたやった時とか、うん、もうやっぱライブ気持ちいいってなるじゃないですか、ね、久々にライブやるとなんかあの感覚はさもうライブでしか得られない、なんかさそうだよね、普通に普段生活してて、うん得られるこの快感じゃないなんか物質が頭から脳内に出てる感じがあるからセロトニンなのかなんなのかだからあるなもうやめらんないっすよそうなんかあのでかい音で自分の音が鳴ってたりとかさ例えばライブハウスとかだとさキックとかくださいっつってキックドーンって踏んでさ若干遅れて壁に跳ね返ってくるじゃん あの感じとかさ、うん絶対味わえないけど気持ちいいじゃん。ああ確かに。なんかどうしよう全体でって言われたら叩ける自信が。初心者がさ。3点ってどこですか。ドラム3点ってどこですか。ずっとライト叩く。ライト3回3連プでトゥ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 。ため息が楽しみましょうそうだねおはよう
ありがとうございます。おはよう。楽しみだ。